悲しい音。止まないの。ずっとずっと昔から。止まないってあの鐘のこと？アーケディアでも近くに来ているのかな。ねえ、ここって。ここは楽園。遥かな昔、人と神とが共に暮らしていた場所。そして私たちの故郷。え、嘘！ここが？コアクリスタル？君はブレイド？私の名前はホムラ。え、俺は知ってます。レックスでしょ。どうして俺の名前を？さっき私に触れてくれた時に。さっき？あれ、そういえば俺なんでこんなところに。あなたは死んだ。真に胸を刺し貫かれて。真、胸を。思い出した。俺はあいつに。大変だ！みんなが！このままじゃ紹介のみんなが！ダメだ！俺死んでるんだった！死んでさえいなきゃあんなやつ。レックス、お願いがあります。私を楽園に連れて行って。楽園って、ここじゃないの？ここは記憶の世界。遠い遠い私たちの記憶の世界。本当の楽園はあなたたちの世界。アルストの中心に立つ世界樹の上にあります。記憶？幻みたいなもんか。でも無理だよ。俺死んじゃったんだろ。君の手助けはできそうもない。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバーとして。天の聖杯のドライバー？それって。どうします、レックス。ここはホムラの故郷なんだよね。ええ。本当にある？レックス、あなたの考えていることはわかります。そう、ここに来ればアルストの運命、死にゆく大地の呪縛から解き放たれる。もう未来に怯えなくて済む。なら答えは決まってる。いいよ、行こう、楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。ありがとう、レックス。私の胸に手を。えっ、いいの？
ニア、やれ。やれって？そいつらの命の代金はすでに払ってある。俺らが天の聖杯を手に入れたっていう話、知る人間は少ない方が何かと都合がいいからな。できないよ。この人たち関係ないじゃん。おかしなことを言う。お前、自分が何のためにここにいるのか忘れたのか。けどさ。めんどくせえ。もういい、俺がやるわ。何が。後ろからとは卑怯じゃないか。それが大人のすることかよ。ほら。はい。行くよ。はい。いい、俺がやる。悪いな小僧、あいつの力をそうホイホイ使わせるわけにはいかないんだ。俺が相手をしてやるぞ。来いよ、天の聖杯。お前、どけ。やめなよ、メッツ。相手は子供じゃないか。子供だ。冗談はよしな。こいつは特に天の聖杯のドライバーだ。天の聖杯のドライバー、レックスが。ガーッ。ありがとう、ホムラ。どういたしまして。続き、行きます。ああ。今のうちに早く。ゴリア、メツ、受け取れ。やってよ。お前の相手は俺たちだ。バイングと言いたいところだが、その瞳のようもっと注意しておくべきだろうな。何のことだ。教えねえよ。